またまた田原だ。もしかして監督の私はそんなことしてませんよ。なんてこと言うんだ。うん、なった。あ、なるんだ。一応なるんだね。でもなんか結構すぐ実際にはなってるけど、川内、うん、そうなんだ。川内わからんね。そこら辺も私も理由は全然わかんないんですけどね。すいませんね、あんまりそんなに詳しくないんで。まあいろいろね、理由があるらしいですね。川内さんはどうしてなんだろうね、わかんないけど。だから久保村さんっす田原さんっす。田原さんが乗ってますよ。で、原誠二、何のこと言ってるのわからんぞ。ちょっと待てよ。レパードは8月2週で、グラフは OK。 これ放牧が帰ってきたとこだね。よし、でこれも放牧が帰ってきたとこ OK。 いいぞ。よし、田原だよ。わからん。そうですね、久保村さんが乗ってますよ、東海帝王とトップガンはね。うん、よし、じゃあ行きましょう、まあ、次のレース。ということで、コメントさんがありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。まあ、田原さんね、なんだかんだで役中だったとしてもレースの方はすごかったですからね。結構私は好きだったりはしたんですよね。もともと田原さんが原作を書いたというか、まあモデルになったと言われている、あれはまあこれはまああちらのね作品も私大好きですからね。うん、ということで、トーマさんいらっしゃいませ、こんばんは。ということで、こんばんは、いらっしゃいませ。さて、まあ一応ね、こちらの馬、2歳、そうですね、まあ使いやすいですね。牝馬丸とかすぐつくし、バンドやってた。あ、そうなんだ、それはちょっと知らないな、そこまで詳しくないんでね。田原は馬に発信かなんかつけてなかったっけ。そうなんですね、すごいですね。リアルは想像しても活躍してたやろ。馬に発信つけたりとか、笑つけてました。トリッは小読み手を代表しました。そうなんですね。あや馬小屋馬全巻ある。さて、どうなんでしょうか。あー、これ負けちゃったか。あや馬小屋馬面白いですよね。私も全巻持ってますよ。ダメか、やっぱしこの程度か。うん、早熟だったらちょっと痛いね、これはね。読んだことないです。ああ、そうなんだ、読んだことないんだ。結構面白いですよ。興味がある方はね、あの満喫なんかで探してみたらいかがですか。距離適正じゃないかもしれんね、わからん。ただ単にこれぐらいの馬なのかもしれない。めっちゃ金入ったな。よく売ったから。あー、ダービージョッキーはね、私もね一巻だけ買ったことあるけどね、あんまりハマらなかったんだよね。お、どうした。お、次は5周ほどあげる。オッケーよ。うん、で一応セーブしよう。あとね、真剣、そうですね、真剣かっこいいですよね。あれはまあこれはまあね、お前の好きなようにさせてやるぞみたいなね。あります、あります、もちろんありますよ。まあ中山は走るけど京都はというよりは、京都は走るけど中山はっていうことはこのゲームではよくあります。まあ理由は簡単なんですけど、直線でね坂があるかないかです。うん、なのでまあパワーがない馬はね京都では走るんですが、中山や東京や阪神では走りません。うん、そういったね、見分けることも重要なんですよね、意外とね。まあ今はねちょっとあんまりパワー不足だなって思えるような馬が少ないんで、うん、あんまり気にせず走らせてますけどね。あ、そうなんだ、そこまで見れてないな。あ、どっち曲がり、そうですね、左回り右回りとかね、そういうのが、そうそうそう、そうなんですよ、そういうこともあるんでね、直線レースしか出れない馬とかもいますよ。さて、じゃあ続けていきましょう。まあ、結構ね、その本当運的な部分が多いんでね、うん、小回りもな。そうですね、小回りも重要ですよ。レースがないとちょっと不安になっちゃうな。おー、いた、流行り行きそうですが、シエヌ賞に向けて出国します。世界の舞台でどんな走りを見せてくれるのか今から楽しみですね、なんて言ってますよ。うん、楽しみですね、行きましょう。私は左曲がりです。うん、それは聞いてないよ。うん、多分絶対誰か言うと思ったけどね。うん、さて行きましょう。私もです。まあ初のね、
私もですということで言わなくていいです。では行きましょう。海外レースですよ。シェーヌ賞、ロンシャン競馬場ですよ。ロンシャンといえばね、皆さんも知ってる凱旋門賞がやる、ね、行われるレースですよ。行われる競馬場ですよ。16番人気、マジか。馬骨です、いい感じですかってことで、トミーさえらしません。いや、しなくていいですよ。私はね、どっちだろう、いや、見ようかと思ったけど見ないことにしました。はい、というわけで873番さんもいらっしゃいませ。特定されるぞ。イヤミミユン賞と特定されるぞってことで、そうですね、気をつけます。ということで876番さんいらっしゃいませ。そうだ、ロンシャンシェーヌ賞、こちらね、初の海外 G3 レースでございます。その心は、16番人気で、あの名前とかけるその心はということで、わかりません。わかりません。というわけで、とりあえず行きましょう。こちら海外へのね、初挑戦レースので、まあ順位の方はあまり気にしません。行きましょう。基本ね、海外に輸送した直後のレースっていうのはどうしてもね、負けちゃうことが多いんだよね。いよいよ発送です。もうね、こういう風に乗り、あの出遅れがね、出ちゃったりするんですよ。ちょっと私ね、実はね、ある作戦を考えたんですよね。一回海外に輸送して、で、先に登録してたレースを消して、後にまた登録し直せば、おそらく輸送疲れが出ないんじゃないかななんて思ったりしたんですけどね、どうなんでしょうか。ということで、ナナスイさんいらっしゃいませ。馬骨、仕事帰りに見てますよということで、お仕事の方お疲れ様です。まあね、仕事帰りに見られてるということで、車の中で見てるんでしょうかね。運転の方気をつけてください。じゃあ行きましょう。これは負けそうですね、しょうがありません。まあ1レース目はね、様子見なんで、これで OK ですよ。お、それでも結構来るのかな、わからないけど、帰りながら見てる。車じゃなかったら電車かな。まあまあまあ、まあ、これはこれでいいんですよ。1戦目はね、そうなんですよ、一回ここで使っておくのが大事なんですよ。で、2戦目も出してるんでね、これはもう負けでいいんですよ。瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。まあ本当に強い馬はね、その海外 G1 初挑戦でも勝っちゃったりするんですけどね。売れるかもしれんけどね、事故ったらそれ問題になっちゃうからね、またね。そうですね、事故が増える、そうなんですよ、事故が増えちゃいそうですよ。口でなんかコメントね、かけれたらいいですね、そういうのね。最近よくあるじゃないですか、音声認識なんてね。絶対起こりそうですけど。なんか、それ私も今さっき言ったことをね、私のコメントにかぶせないでください。うん。まあいいですけど。さて、では行きましょう。あなた、無事に生まれましたよ。元気な男の子ですよ。名前は何がいいかしら、なんて言ってますね。さて、皆さん、名付けの儀式やってまいりました。今コメントの方は、アクティブは28なので、はい、ということで、和骨ということで903番さんいらっしゃいませ。帰ってきたぞということで、キム・ジョン・ナムさんもご飯からお帰りなさいませ。935個目さんの名前をそのまま金玉家の私の息子の名前にしようと思います。3文字ですよ。ということで、こんばんはワコワコということで、アンパンさんいらっしゃいませ。919番さんもいらっしゃいませ。ドナルドということで、928番さんいらっしゃいませ。937番さんいらっしゃいませ。946番さんいらっしゃいませ。さて、名前は何になったんでしょうか、見てみましょう。935、最悪、お前らひどい名前になった。しょうがない、もううちの子供がこんな名前になってしまった。金玉うんこですよ。長男の名前はこんな名前になりました。悲しいです。しょうがないな。まあいいでしょう。
名前はうんこでいいですか？マジかよ、わらわら。いいですよ。しょうがない。これはダバじゃない、馬じゃないぞ。992番線にします。それでは読み方をつけてあげましょう。読み方、読み方とかあるんですか？うんこですよ、もうそのままですよ。いい名前だ、広告。もううんこでいいですよ、これ。よし。わらわら、これはわらわら、いじめられるの確定。わら、わらわら。あれ？うんこなら。入力完了できない。匂うので近寄らないでください。男なのにうん。どういうこと？うんち。自分で金玉って入れないでくれ。わらわら、気の毒。わらわら、いじめ確定。うんけい匂いうんけい。読み方拒否された。もっと真面目につけてくださいとか言えばいいのに、これはグレる。わらわら、あれ？わらわら。あ、いけたいけた。読み方は金玉うんこでいいですかということだ。いけました、いけました。NG じゃなかった、大丈夫大丈夫。NG ワード G か、役所のうんこ。わらわら、うんこ。わらわら、いい名前ね。家族にはなりたくないな。わら、いつかわらわら、わらわら、うんこもわらわら競馬場に見に来てくれるかな。おい、わらわら、ひどい。わらわら、新しいご家族が増え、これからの監督牧場がますます楽しみですね。金玉うんこ、ここに誕生。金玉ティンケイと金玉アキラの、あ、金玉メイかな、メイちゃんのね、子供ということで、いやー、いいじゃないですか。これは辛いですってね、言ってそうですけどね。よし。すいませんでした。誰だ、運慶ってつけたやつ。支えていたわ。この家族やばい。祖父母の長きになる。これはあかん。多分ケツから生まれた。いや、そうですね。さすがに、ちょっとね、この家族に入るためには、だいぶメンタルが必要ですよ。家族出席番号1番、金玉、運慶くん、はいとか言ってね、もう絶対に、不慶からのね、熱い眼差し確定ですからね。よし、じゃあ行きましょう。よし、じゃあ行きましょう。そうですね、うんこが走っているっつってね、うんこのプライドか、それとも豊かの意地かみたいなね、そんな実況を聞けるんでしょうかね。よし、じゃあ行きましょう。お、これは J3、 運持ってるねということで1087番再利します。大丈夫だし、また会いましたね。金沢ですよね、これ。ん一番はない、そうかな。おし、不正止まってる、止まってないよね。うん、不正って言ったのか、不正って聞こえた。和骨ということでチーター再利します。ありがとうございます。地元来た。よし、じゃあ行きましょう。地元来た、金沢県。いいじゃん、いいじゃんね。金沢といえば何ですか？兼六園ですかね。北海道の過疎を舐めるなってことだ。全然そんなこと言ってないけどな。どうしたんでしょうか。さて、ここは勝ってですね、天本さんと仲良くなりたい。あれ、ちょっとかわしてかわして、邪魔するんじゃないよ。うわー、バグに飲まれちゃった。石川県じゃないよ、石川県だよ。あれあれ、また言っちゃった、また言っちゃった。ごめんごめん、めんごめんご、めんご、石川県の方々、めんごめんごでございます。ただいまですね、監督、金沢県と、言ってしまったような気がします。申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。兼六園っていう言葉が言いたくてですね、ちょっと早とちりして、言ってしまいました。申し訳ございません。金沢といえばですね、兼六園がありまして、石川県でございますね。関東がね、その丸ごと県みたいなね。私は、一応出身は一応広島県になりますね。すいませんでした、申し訳ございませんでした。まあ一応広島県出身なんですけど、意外といろんなところに住んでるんでね。兼六園と後楽園、そうですね。どうしようかな。兼六園ですかね。ちょっと後楽園やっぱ広すぎる気もします。あんなでかいには見たくないぞっていうのは私の中でありますけどね。ということで、出現オブザイヤーということで1119番再利します。ラジオの DJ みたいだねということで、ありがとうございます。褒め言葉なんでしょうか。1125番再利します。サンフレッチェ好きですよ、広島カープも大好きですよ。
能登半島、そうですね、能登半島丸ごとみたいな感じですよね。西条市出身か。西条市はね、まあありますけどね、結構田舎ですよね。横浜県はないんじゃないかな、神奈川県ですよ。リスナーさんも勘違いしてますね、すいませんでした。よし、ちょっと失言の方ありましたかね、許してくださいよ。仙台県偕楽園、偕楽園、偕楽園でなんだ、後楽園だろ。ダイジェストでいきましょう。偕楽園ってのもあるんだ。延長もうしてるよ、1時間延長してるよ。よし、じゃあ行きましょう。明日は放送ある予定なんですけど、福山市、いいね、福山市もね、田舎だけどね、昔ね、私家出した時福山までチャリで行った記憶ありますけど、岩国もいいですね。てか岩国って広島なのか、山口じゃない。ああ大丈夫大丈夫、多分バグですから、岩国は山口ですよね。1144番サイルします。矢野はやる子ですね。広島町って何ですか。育児なし、育児なし、ね、東海帝王に青宙つけろって言われたらつけましょうよ皆さんね。後楽園はどこの県か知ってる。後楽園は小川山県ですよ、知ってますよ。大阪県とか京都県とか行ったらぶっ飛ばされるのかな。解体地、水道橋、この馬名前呼ばれないね、ファンファーレとか省略されるんですね。残念。ちょっと急にね、走ってくるんでね、あんまり馬名の方呼ばれませんけどね。僕が勝ったっけ、宇治名。壁っていうとこありますよ。壁線っていうのがあってですね、一時ね、廃線なりかけたんですが、なんていうんですかね、すごいみんなが日本産で言う、なんていうの、ああいうのなんていうんだ、署名っていうのかな、を集めてですね、どうにかしてね、今もやってるんじゃないかな、違うかな、日本三名園といえばどこなんでしょうね。後楽園、兼六園、そして何ですか、後楽園、兼六園、あと何ですか、もう一つ、わかりません、すいませんでした。それ広島出身だからよ、一応一番長く住んでたのは広島なんじゃないかな。で、そうそうそう、豊島園、豊島園、日本三名園なんですか、ということで1163番さんもいらっしゃいます。長谷園、有名ですね、長谷園もね。ということで白壁さんいらっしゃいます。叙々苑も有名ですね。甲子園も有名だ。幼稚園、みんな行ってるね、そういえばね、幼稚園ね。で、皆さん、つぶらやプロ、全然何もかけてないだろう。何を言っとんだ、お前らは。なんだそのつぶらやプロのその存在感、よくわからん。検証園ということで、ナイスですね。広辞苑、いいですね。漢字を調べるならこの公園に集まれということでしょうかね。はい、ということで感動が起こすということで、1185番さんいらっしゃいませ。クッケ園やということね。ナスサファリパーク、もうどんどん違う方向に進んでる。まあいいけど。よし、じゃあ行きましょう。今季絶望、今季絶望、清志郎、焼き山で2番と、それ今季絶望、清志郎、いいですね。ベイベイということで、なんかコメしづらい、本当か、ごめんなさい。こういうのもね、私好きなんですけどね。そうだ、どうやら国内の方ですね。あ、そうだよが、トーマス・ブライアン賞に向けて出国します。世界の舞台でどんな走りを見せてくれるのか、今から楽しみですね。三冠取ってませんよ、まだですよ。犬猿ってことで、ディープインパクトさんいらっしゃいません。富士サファリ、皆さんサファリパーク好きなんですね、意外とね。お、どうしたどうした、お前なんでここいんだよ、お前、おいお前、そうだよと一緒に、そうだよと一緒に海外に行ったんじゃないのかよ、お前なんでここにいるんだよ、岡部。東京ドイツ村、分かりづらい、どっちだ、東京なのかドイツなのか。機関車トーマス、何が言いたいんだ、ペニーランドって仙台人いるのかということで、そうだよって名前なんですよ。結構実況がいいですよ。成田の前に寄ってる。東京ドイツ村知らないの？東京ドイツ村は知ってますよ。これ何周目？そうですよ。東京ドイツ村と言っときながら千葉県にあるやつでしょ。私は一応こう見えても月曜から夜更かしをね見てる人なんで分かりますよ。これ何週目ということで、一応ね、4週目なんですが、放送では4週目なんですが、一応まあ皆さんにはね2週目のつもりで見てもらいたいなと思ってます。1990年以降ねプレイしてるのは2週目なんでね、よろしくお願いします。1213番さんにします。よし、行きますよ。双子がいるのか、あれこれケツだぜ、このアマが出ようとしてるよ。南部杯、
和骨千葉県民ですよね。ナミサイルしもさ千葉県民なんですね。まあ、千葉マツコデラックスはそんな好きかどうかわからんけど、でもやっぱ見てて安定感あるよね、トークにね。やっぱああいう人っていうのはね重宝されますよ、テレビ番組が、うん、千葉って醤油とピーナッツだけということで、千葉をね悪く言うのはやめてください。皆さん知ってますか、千葉にもね美味しいものあるんですよ。濡れ落花生っていうのがあるんですね。あれは美味しいですよ、うん、濡れ落花生知ってますか、うん、ケツ出せこの甘が勝ちましたけどね。まあちょっとねやりましたね、 G1 取りましたよ。いやほんとほんと、あの濡れ落花生ってあるよ、広島の宇宙ってのもあるけど、琵琶もありますね。そう変な名前ですけどね、間違えたやつが得意で何を言う、濡れせんべいのパクリね。でも梨はあれじゃないの、21世紀梨って鳥取じゃないの、違うのか。濡れせんべいのパクリ関係ないよ。本当にあるのよ、知ってる、落花生で、あの塩茹でされてる落花生、あの皮ごと、和光津監督、今日の晩御飯、たこ焼きとビールですよということで、ノアリスさんいらっしゃいませ。しけてんじゃねえ、わざとやってんだよ。そうなんですね。へえ、そうなんだ。だからドイツ、東京ドイツ村が千葉にあるって言ってるだろう。しつこいぞみんな。あとなんか水族館もありますよね、確か。なんとかって名前でしたけどね、忘れましたけど。梨は船橋。成田夢牧場。何のこと言ってんだ。成田夢牧場もある。まあとりあえず行きましょう。よし。まあでも千葉でね盛り上がるのもいいじゃないですか。私全然千葉と関係ない人間なんですけどね。私もよく分かってないですけどね。でもなんかその月曜から夜更かしてよく千葉が出てくるんでね、うん、あいいねいいねいいね、これは勝つんじゃないかな。毎日王冠を勝てばですね、これは相当強い馬の証明ですよ。勝てるか勝てるか、 C2 馬がいる中勝てるのか。毎日王冠を制するのはどの馬か、この馬だ、勝ったのはどの馬だ。壁穴からチンコ、壁穴からチンコ。1着2着にはどうやらキャッシュフレームということで、ひどい名前の馬が走っておりますけどね。ありがとうございます、勝ちました。パーイということで、1273番さんいらっしゃいませ、うん、森田健作ということで、あ、森田健作も千葉県出身なんですか。監督はこう今どんな感じということで、1282番さんいらっしゃいませ、とりあえず今ですね、来年一応流星馬が入球する感じですね、うん、相変わらずひどい名前ですねということで、1290番さんいらっしゃいませ、千葉といえばディズニーということで、1286番さんいらっしゃいませ、うん、監督明日休みなの、休みじゃありません、うん、でも、ね、できるだけね長く放送はしようと思いますよ、うん、頑張ります。森田健作ってあれか、森田健作ってあれか、おふくろさんか、おふくろさん違うかな。だって本番は天皇賞秋ですよ、これ知ってますよ。森田健作ってあれでしょ、おふくろさんでしょ。おふくろさんじゃないの、違った。すいませんでした。すいませんでした、間違えました、はい、すいませんでした。ということで1305番さんいらっしゃいませ、1307番さんいらっしゃいませ、うん、にわかですよ。怒られちゃった、すいませんでした。うん、ちょっと知ったがしましたけどね。監督はこつということで、1316番さんいらっしゃいません、はい、わかりました。森吉郎は違う人でしょ、またまた出現、ということで1322番さんいらっしゃいません、あだしを抱いていきますよ、うん、もうそれ正解でいいよ。そうですね、すいませんでした。いやだって千葉成田空港に行く時と、あとディズニーランドに行く時しか行かないもん千葉、しょうがないじゃん。でもね千葉ね確かね有名なソフトクリーム屋さんがあるんですよね。そうそう、面白い、ディズニーランド面白いですよ皆さんね、ぜひ行ってみてください。うわ強えなこれ、神のクレッセだ、神のクレッセ。茨城空港知らんな、うん、
いやでも、はい、ワゴマートぐらい、牛尾さんここで反応を起こしていただきありがとうございます。レコードマジか、紙のクレッセ覚えとこう、みんな。結構いるんじゃない、東京圏の人ってニコ生見てるイメージあるからな。紙のクレッセ、関東の人もそんなに知らん、そんなことはないでしょ。野田の醤油、野田醤油有名ですね。あ、それも千葉なんだ。大豆か、俺らが大阪、千葉県民ですよ、ということで。ミスった、何のことよくわからんけど、関東の人も北関東は知らない。わこつ、俺歩くの遅いんだけど、監督は歩くの早い方、神くれは万能だよ。めっちゃ早いです。私は嫁をね置き去りにして気づかず100メートルぐらい離したことがあります。ということで繊細な51番さんいらっしゃいませ。一応セーブしとこうかな。千葉に花アドイツ村があるんやで、ひでー、わら。関東は北関東と南関東で格差がありすぎる、ひどい。関東は北関東と南関東で格差がありすぎる。あ、そうなんですね。すいませんでした。いや、みんなわかる、その千葉話ね、滑らんなですけれど、やっぱ県によって県によってさ、歩くスピード違うって話あったけどね、皆さんの県はどうですか。埼玉って北関東と南関東どっちなんでしょうね。北じゃないかな、北だと思いますよ。それで、まあ、とりあえず次行く前にとりあえず馬の上昇を見ましょう、なんかね、買い物をし終わって私ちょっとテンションが高くてですね、あ、そうなんですね、南なんですみんなディスがひどすぎますよ、そんなことない。はい、ということでつくもさんいらっしゃいます。みんな怒ってるな。それでコミティオさんからありがとうございます。東京川崎以外は田舎だという認識しかない。そうか、そうね。でもやっぱこれすごいなと思ったのは千葉、千葉ね、確かにそう、そうね、やっぱ川崎の俺まあ難しいところあるよね。ということで論争いらっしゃいます。まあでもね、その結局最後ね、最後は重要なんで、その監督が本当にこれいけんのかっていうところをね見てほしい。それが私の願い、そう思っておりますよ、よし、じゃあ行くぞみんな、次のレース行こう。川崎、残念ながら川崎、なんで笑ってんだ。横浜も都会に入れてくれないか。川崎は治安良くないから住むところ、みんな関東の話してるけど私関東は分かんないんだけどな。まあいいや、とりあえずレース見てみよう、よし行くぞ。ちょっともうみんな、ちょっとその話はやめにして、皆さん行きますよ。そうだよが初めての海外レースですよ。行きましょう、ちょっとこれね見てもらいましょう。私ですよ、川崎なんて負け組だろ。なんでその、はい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 、もうあれですからね、大阪勝ち組ですから、行きましょう。はい、次行きます。はい、サンクルーということで、どこなんでしょうか。トーマス・ブライアン賞、芝 1600m、曇り、両馬場ということで、行きましょう。 BKB ヒーヤーということね、ブッブッブッでしたっけ、忘れましたけど。では行きましょう。さて、サンクルーということね、フランスの競馬場ですよ。うちの総代はどうなんでしょうか。ヒアーですよ、監督負けは田舎なの、エルコンが勝った競馬場。じゃあ大阪都高校の話でもする。私の家は田舎ですね、はい、結構田舎ですよ。エルコンが勝った競馬場でした。どこ、まあでもね、残念だけど、あの私別に大阪に住んでるわけじゃないっていうね、大阪って言ったけど大阪に住んでるわけじゃないというね、まあなんていうんですかね、他人のふんどしで、勝負しようとしてる男でございます。行きましょう。来ました。さあ先頭はまだ8番クワイエットエンパイア、2番手はファイブシュベリネ。どこに住んでるの。西成区、広島じゃなかったの。パターさんが勝ったのは、来た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 、これ勝つかもしれん、初挑戦で勝つか、これは本物か。消えてきた
伸びてきた。危ない、かわされる。おお、そうだよ、勝ちましたよ。ということで、1436番線にしますね。いや、やりました、やりました。初の挑戦で勝ったよ、これ。エルナンドに勝ちましたよ、エルナンドね。やります、やります。これはいける。これは。いける。1475番線いらっしゃいませ。監督やるやないか。やったぞーみんな。今日はね、みんなで CQC だ。うん、やりました。期待できそう。そうね、これが近代日本の決勝だ。いいですね、そういうね、実況出てきたらね。うん、明日アイマス発売だから仕事休もうかな。やめなさい、仕事行きなさい、頑張ってください。木曜 BC まで。違う、三冠だから。三冠。アイマスの発売日で仕事休むんじゃない。行こう。いいですね、盛り上がってきましたよこれ。休むか。馬は強いけど子供は名前は運慶です。ミスター CB どや。そうね、シービーの子ですよ。嬉しいな。アイマスのためなら仕方ない。監督名言、私と CQC しないか。明日だったか休まないと。ねえ、ありましたけど。マイル3巻いけそうか。あ、明日だったか休まない。どんだけみんなアイマス好きなんだ。アイマスって何っていう方もいらっしゃいますよね、中にはね。よし。とうとう3巻来るか。来るんじゃないかな、楽しみだな。プロデューサーさん、仕事してください。マジ切れ。やっぱり監督の放送はウイポ人気やな。まあ、うん、まあ、ウイポは人気ですけど、まあ最近は他の放送でも結構人集まってくださってますけどね。ありがたいことですよ。休みじゃないよ、仕事だよ。っていうか昨日私ね、寝れなかったんだからね、 YouTube に動画アップするために。結局私あれですからね、今のところ何時間寝れないんだ。昨日、一昨日の7時からだから、一昨日の7時から寝てません。行きましょう。はい、嫁に騎乗したんじゃないよ。ということで1522番さんいらっしゃいませ。頑張ります。はい、そうですね、寝てないアピールとかね、おっさんがやるもんなんでやめますけど。いや違うのよ、昨日ね、 YouTube に動画を、まあちょっとこのレース見ないといけないけど、YouTube に動画上げないといけなかったんで頑張ってたんですけど、そしたらちょうど私がね、コミジー参加してる生主さんの放送がやってて、楽しかったんで結局最後まで見ちゃったんですよ。最悪でしたよ。だから小遣い稼げれないから、 YouTube アフィリシエイト登録してないから。すいませんでした。いや、あんな面白い放送ね、深夜にやっとる生主があかんのですよ。生主はね、深夜は放送しないことにした方がいいですよ。よし、行きましょう。いいですね、これ勝てるんじゃないか。よしよしよし、勝った。いやー、深夜にあんな面白い放送したらあかん。しかもね、今までね、チャメさんいらっしゃいました。うん、すいませんでした。いや、でも勝ちましたね、これはね。よしよし、いいですね、初重賞制覇が海外だなんて。こんだけの馬を任せてもらってるのですから、私も責任重大ですね。そのことを肝に銘じて頑張っていきますよ、なんて言ってますよ。涙なしには語れない
この清原の一言に私監督心をね、心を奪われました。深夜やルナとかもごさんのことディスった。これは国内参観行徹夜でニコ生、すいませんでした。深夜に面白いニコ生やる生主が悪い。この監督の放送のせいで寝れなかった。すいませんでした。申し訳ございません。皆さん今のは私の失言です。ワコッコそしてワコッティーってこれ1592番サイドしてますから。手薄なこともあります、うん、G3 なんでね、これはね、そうは言っても国内参観行こう。よしよし、お、いいですね。よしよし、いいぞ。ん？国内参観行こう。いやだから距離適正があるんでね、そちらを見ないといけないんですよ、うん、はい、わかりました、ありがとうございます。まあ今日はしっかり寝ようと思いますけどね、さすがに今日はねちょっと寝ようかなと思ってます。放送終わったらね、すぐに。監督リスナーがイラつく謝り方して、笑、監督の放送のせいで明日の課題がまだ終わってないんですよ。メンゴリスってメンゴ。でも別にリスナーさんディスってないからね、もう全然リスナーさんがディスる、リスナーさんにディスってないんだけどな。わらわら、いや違う違う、だからリスナーさんディスってないし、よくよく考えたら私一言も、ちょおかしいな、まあいいや。私はね、その深夜に生放送する生主に対して怒ってるんであってね、皆さんに怒ってるわけではありません。着信音にします、うん、いやバレた。いやまあいいんですけど、まあ付き合いましたよその放送にね。監督は、いや今まではね、なんかこうそんな怒った顔やめてよ、何その顔持ち、怖いわ。ほんと皆さんいけずですね。何ですかその顔は、何これ、わらわら、怖いわ。怖いわ皆さん、ほんまに。よし、というわけでいきましょう。監督はコツです。監督はコツですで、よし、サイラしますね。こんにちは伊坂先生、そういえば先週の気が症で、何ですか、監督はコツです、よし、サイラしますね。実は寝ないとアイマスなんだろうということで、そんなことしません、アイマスなんで買いません。1621番サイラしますね。うん、ここもあ、ライスシャワー、うっそ、お前ライスシャワー注目したの、すごいな。ここもとうとう下ってきたなということで、そうですね、ちょっとね下ってますけどすいません。でもね見どころは絶対来るんで、まあそれを待っといてください皆さんね。んおいおいおい、てってってってなんだよ、なんてってっつってね。わかりました、どんどん行きます。一応こいつらはレースがまだあるんだね。で、カビアン、ケツァマイネーゼム、これどうしよう、アダッシュを抱いて、あ、これ放牧か、オッケー。あの放送が面白いだけに残念さは、残念さはって何、コメント打つの間違ってますよ、コメント打つの間違ってますよ、コメント間違ってますよ、皆さん落ち着いてください、皆さんコメント打つの間違ってますよ、残念さはってなってますよ。よし、やってやったぜ。よし、じゃあ行きましょう皆さん。すいませんでした。まあちょっとねこういうのも遊びですから、ペッってことで、すいませんでした。ごめんごめん、めんごめんご、ほんとごめん。いや、ちょっとまあこれぐらい楽しませてもらっても、コミ抜けますってことで、すいませんでした。1654番さえらしますね。そうですね、すいませんでした。残念さは知らないと。はい、わかりました、すいませんでした。まあまあアイマスなんて買わないらしいよ。わら、アイマスと監督の指示ゲーム、監督は炎上を覚えた、ワコ、監督が煽ってると聞いて。はい、ということで再発さんいらっしゃいませ、ね、まあちょっと煽ってるわけじゃないんですけどね、すいませんでした。いや、昨日ね、その深夜の放送を見てたんですよ。普段はね、棒読みちゃんをつけてない放送なんですけど、棒読みちゃんつけてね、ダークソウル？ダークソウ？の、なんかダウンロードコンテンツを、ノーコンクリアみたいな枠やってたんで、見てたんですけど、面白かったですよ。うん、非常に良かったです。待って、行きましょう。まあ、私はダークソウルやりませんけどね。うん、やっぱ棒読みちゃんつけるだけであんなに雰囲気変わるんだなと思いましたけどね。うん、グリカください。うん、なんそれ用意書して私からグリーンカードをもらおうと思ってるんだ。ということで、まあ再発さんいらっしゃいませ。はい。あ、なんかゴジラ出るらしいですね今度ね。うん。行きましょう。お詫びに宣伝して？いや宣伝せんでいいよ。
自語ですよ、この声ですよね、私の声ですね。キジコスのエリカに乗りたい、なんてこと言うんだ、行きましょう。あ、しまった、レース見ちゃった、まあいいか、よし。そうですね、今年の JBC は、大井競馬場で行われますよ。うん、まあ基本はやっぱ皆さんチャンピオンズカップの方がね、見てるんじゃないかな。ということで、ムチキュアさんいらっしゃいませ。和骨ということでいらっしゃいませ。去年は金沢、こちら大井競馬場から申し訳ないが、去年は金沢だったの。怪人映画は NG、 いよいよ懐かしいネタ、山さんがまた暴言かくね、地声っていう人は大抵ボイチェン使ってるんだよな、言ったねっけるの。今でしょ、やばい言っちゃった。今のなしで、今のなしでごめんなさい。さて、実況の方していきます。シュワーということで、ヒマジンさんいらっしゃいませ。さて、今回はケツ出せこのアマが、こちらのレースの方に、出ております。大井競馬場です。直線はね、そんなに長くないはずですからね。ちょっと見ていきましょう。すいませんでした。すいませんでした。申し訳ございません。まあ、私もちょっと言っちゃう時があるんですよ、調子乗って。すいませんでした。申し訳ございません。私はまだまだこれぐらいで終わる生主ではありません。頑張ります。しかし。1696神、何を言ってんの、はい、縁やねということで、優しいですね。さて、これ届くんでしょうか。結構距離離されてますね。さて、こっからが高速競馬ですよ。このね、差し、このうわ、何この強さ、何これ。すいませんでした。はい、なんだこれ、強えな。光カツオヒ、いや、伸びてる伸びてる伸びてるんだけどね、強かったね。なんだろうこれ、あの光カツオヒ、調子はね、まあいいんですけど、うん、ありがとう、戻ってきてくれて。ん、この2頭は強い、やっぱそうなんだ。結構ケツ出せこの馬も強い馬なんですけどね、それでも勝てませんでした。ちょっと意外ですね。さて、天皇賞秋の方ですよ。金玉さん、エナがポリープ賞の応援に来ましたよということで、監督憎めないなということで、ありがとうございます。これね、ちょっと天皇賞秋取ったら、また入ると監督が興奮します。こう馬はいきなり成長と興奮しないから、出てくるから強いって聞いた。おかしうまい。あ、そうなんだ。監督、そういうことなんだ。一応これダイジェストでいきますね。監督どんまいけど、ブスなのに可愛い子連れてるやつなんなの。かっこよくて可愛い彼女を連れているのはわかるけど、ブスなのに可愛い子を連れてるやつって、増えてる増えてる。10人がコミュニティ抜けて108人コミュニティ入ったら増えとる増えとる。嬉しい嬉しい嬉しい悲鳴です、監督。さて、足毛の馬がこれは差し切るか。さて、天皇賞秋、東京の府中の直線、どうやらこの3頭の戦いになりそうだ。どっちが勝つのか、どっちが勝つのか。あー、イクロディクタス。性格いい人は可愛い人ゲットできるよということで、帝王がいた、東海帝王は完敗。イクロディクタスでした。なんか久々に聞いたな、イクロディクタス。本当だ、よりによってヒンバだよ。イクロでした。うちのパーマーマックイーン切り散らして G1 勝ち負けだった。そうなんですね、差し返されちゃいましたね。1740万歳いらっしゃいませ。不思議だったらレッツゴーターキンなんだ。うん、3着に入ってますね。うん、まあ2頭出しとかしたらね、史実が崩れやすくなるんですよね。ボタン連打で速くならないものか。史実だとレッツゴー。いやー、慣れた。何これ、ここで自分の通算1100勝を決めたかったのですが、残念ですよ。これタオガキ久々に食べるとうまいな。あー、いいですね。たこ焼きね、久々に食べたら本当おいしいですよね。うん、やっぱしおいしいたこ焼き屋さんね、知ってると思うんでね、皆さんね。うん、自分が一番好きなたこ焼き屋って基本人に紹介したらね、おいしくないって言われますよね。なんでなんでしょうね。差し返されたなということで、1940番さんもいらっしゃいませ。行きましょう。強いですね。オールエイジあるんだ、やっぱし。大栄か、大栄かよ。この子かわいい。うん、かわいいですよね。でもね、白毛の馬が生まれないと、ちょっと結婚してくれないんでね、結構難しいんですよね、結婚するのね。さて、行きましょう。ごくり、ごくりってね、皆さん何をごくりしてるんですか。そうだよ、よし。
皆さんはアイマスでも楽しんでればいいんですよ。はい。私はウィニングポストはこれで終わりにしたいんだけどな。ワールドやるの？マジか。ウィーボワールドってなんか結構あれらしいですよね。いろいろ挑戦してたらしいですよね。ウィーポーワールドはなんかこうすごいいろんなことに挑戦すぎて結構ディスられてますよね、ということで初見です。8はどうですかということで1775万さんいらっしゃいませ。面白いですよ、結構私はハマってますけど、あ、新2に大鳥さんがいらっしゃいましたよ。どうしたんですか大鳥さん。いや、今日はいい話を持ってきたよ。君の持ってる陽子、名誉ある大鳥一族に加えてやろうと思ってるんだ。帰れ、やったー。 G1 ジョッキーとか監督見えるかもな。襲撃恒例イベント、またお前か、似てる。うるせえなあいつ。次行こう。大鳥の声真似うまいですね。わら、本当ですか？よかったです。私もいつかウィニングポスト9が出たらね、もしかしたら声優として監督が登場したらいいじゃないですか。監督ワロチンですよ。行きましょう。さて、今日は次はそうだよが。監督こんばんはつ。最終回ってついに3冠取ったんですか？いや、まだ最終回じゃないんですよ。まだ3冠も生まれてません。でも取れそうな感じはありますよ、でもこれでこいつは強いのも確認。そうですね、帝王なくなったから9はないんやということで。そうなんですね、余計な監督はいらないですということで、すいませんでした。ありますよ、プレステ3版はあると思います。多分パソコン版もあるんじゃないかな、ダウンロード版。いきましょう、レースは海外で。いきましょう。今回もサンクルー競馬場でクリテリウム国際競馬 G1 レースですね。 1600m 13番人気ありますよね、あ、ビータもあるんですね。そうですね、買ってみたらいいと思いますよ、結構面白いですから。1頭渡すと普通に売られて、その競馬場で走ります。監督が一番面白かったゲーム、そうですね、ここ最近、ここ数年で一番面白かったのは間違いなくラストオブアス。あのゲームを超えるゲームはちょっと出てくるのに時間がかかりそうな気がします。まあ人によっては評価は分かると思うんで何とも言いませんけどね、そうですね、そう思ったら 2個人気上がったんですかね。ではレースのを見ていきましょう。いや、ラストオブアス本面白いから、サンデーがこんだけ汚らされるゲームでディープからとかありえないでしょうということで、ラスアースの縛りも面白いべーということで、どこの方言かな、面白いべーっつって言ってるよ、みんなリスナーさんが可愛いですね。さて、では行きましょう。サンクル芝 1600m 晴れ両馬場クリテリウムアンテルナシオナル、何ですかこの。ちょっと後半気になりますけどね、クリテリウムアンテルナシオナルということで行きましょう。はい、そうですね、ラスアスも、マルチもやりたいと思ったりもするんですよ。あとね、実況ももう一周したいなと思ってるんですよね。最高難易度の方がプラスされまして、そこら辺もちょっと気になってるんですよね。まあしょうがない、行きましょう。ということで1824万歳いらっしゃいませ。チケソウさんもいらっしゃいませ。あ、いました。そうだよがいい子、うまいこといきましたよ、スタート。ラストオブアスは外国のゲームですよ。ノーティードッグさんが作ってるね、有名なゲームです。いいね、どうか逃げてる逃げてる、早くない早くない、何どうした、何どうしたどうした、大丈夫か、スローペース？粘れるのかここから。行け。おし。おしいいぞいいぞ。2枚足使え2枚足。頼む頼む。不正ということで1842番さんいらっしゃいませ。おいこれはダメか、伸びないか、かかっちゃっただけかあれ。
わー、かかっちゃっただけだった。これ坂か。2枚越しね。2枚越しね。どうしたんだろう。そうだよ、疲れたかな。知力差が出たな。ありがちなやつや。マジか。これはかかっているな。かかった。乾杯だよ。無理だよ。在店おるんかい。うわ、健康面がダメか。やっちまったか。すまんね。ごめんごめん。めんごめんご。メシュマンは。まあね。やっぱ海外 G1 も難しいですね。健康がちょっとダメみたいね。ちょっと早めに入厩させるか。入厩では早めに海外レースに行かせるのもありかもしれませんね。どうした？すいませんでした。いや、だからなんで煽らないといけないのか。私は別に煽りが好きなわけじゃありませんから。ん、ちょっとかけますねということで、まあ、どこに行くんですか。一応これ預けときましょう。よし。で、馬情報確認。こいつらは、ん？うわ、やばい、疲れが溜まっとる。健康は疲れやすいってのが一番の問題。三週か。大丈夫かなこれ疲れ。あかんな。放牧させよう。で、これは長めに放牧しよう。で、次。これもダメだな。12月1週。そうですよ。延長に500円払ってますよ。皆さんと楽しむためですよ。しょうがありません。あんまり私自身がね、枠取り直すの好きじゃないんですよ。うん、それが一番の理由なんでね。別に気にする必要はありません。皆さんもね。あ、そうなんだ。あ、じゃあ実際にダートなんだ。わかりました。大丈夫ですよ。安心してください。一応勝ったんだよね、こいつ。で、12月。これもうオープン勝ってるから、12月4週で、うわ、出た !1600、2800。あ、賢す。健康1。健康1か。健康1だこれ。あ、これ来年、来年ね、入厩しますよということで、1888万1000円出します。うん、そうですね。1892万3000円出します。あ、そうですね。ちょっと厳しいな。そうだよ、もう健康か。生主はギクに広告で1万円つぶりつけるほどの金持ちです。ウーム、普通三冠は青菜の2回目、ブ三冠も狙っていきたいよな。そうなんだ。ちょ待ってね。2800か。そうだよ、も成績が下降気味だ。そうだよ。いや、それは大丈夫、これは大丈夫なのよ。まあこいつはもうボバマイル3冠で行くとして、こっちだな。あとはこっち国内で行く。そうだよ、って超早漏なんて。まあでもなんとかなると思う。まだ4戦しか走らせてないからね。そうだよ、多分これは大丈夫だと思うんですよね。で、あとこいつなんですよね。こいつを早めに決めといた方が後々ね、長引かなくていいんで。2800だからな。国内で行けるかな。無理っぽそうなんだよな。でも国内三冠は厳しい気もするな。 3000m 国内で OK。 国内だと相手は、相手は本当に、まあ一応じゃあ行ってみるか。まあまあ負けてもいいや。もしオールフェザーについての話みんなしてるの。で、放牧。何食べようだっけ。ジョッキー能力に頼ろう。早秀と耐震とチケット、行かないとまた済むぞ。本当のオールフェザーは早秀と耐震のチケットか。了解。まあ一応行くことにしました。なんとかなる。ビワガンドレー。で、で、あとはそうだよ、は海外に行くんだよね。距離適正は絶対無理だから。で、こっちは一応牝馬三冠狙いか。
頼むぞ。こっちの距離適正も気になるところで、来年はブライアント・ローデルで、その次はトップガンか。柴田さんのダービーとか、そう軸だから、流星ってどの馬だっけ。流星はね、違う違う、待ってね、ちょっと待ってね、懐かしい分野で、懐かしい BNW、 BNW、 うん、何が懐かしいんだ。で、こうしておいて、で、放牧5種おし、 OK、 これで一応準備は万端で、セーブして、よし、では、成田ウイニング一人がコミュニティを登録しました。 OK、 ということでコメント参加ありがとうございます。ビワと成田大臣とウイニングチケットなんだ。例えばウイニングチケットっていう名前の漫画もありましたよね、確かね。あれもなかなかいい作品ですよね。あれはまあ、これはまたはまた違った形の、はい、あのスタイルの漫画ですけどね。あれは結構勉強になりますよね、競馬のね。らしいですね、今さっき言ってましたね。うん、その漫画は面白いですよ。うん、マキバオはちょっとまだ違うからな。うん、まあ、マキバオももちろん面白いし、すごいあの情熱的なんですけど、今ね11月の2週まで来ました。もう少しで皆さんで命名の儀式が来ますよ。初見すごいナレーターボイスですね、ということで、初見さえいらっしゃいませ。1938番さんでしょうかね、ありがとうございます。ナレーターボイスということで、まあ、私自身はね、まあ、こうゲーム実況をね、趣味でやっております、うん、というわけでコミュニティの参加ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。優秀の門、うん、なんとかのマルス、うん、優秀の門はね見たことないんですよね、すいません。うん、今来た監督こんばんはということで、1947番さんもいらっしゃいませ。 AV 実況じゃないよ、ゲーム実況だよ。あ、後で見ましょう。じゃあね、ダービージョッキーも有名ですね。1952番さんいらっしゃいませ。風邪ひいたらイケボと言われるようになったんだが、どうしたものか。うん、そういう人いますね。私もね、風邪ひくと、クリス・ペプラーみたいな声になるんですよね。ジャジャウマグルーミングアップ、ありましたね。でもあれはなんかちょっと女の子がいっぱい出てくる感じなかったっけな、違ったっけ。ということで和骨ということで、バレージさえいらっしゃいませ。もう少し名付けの儀式でございます。結構ね、最近は、ちょっと活躍の方がし始めた感じだね、うちの馬。うん、シルフィードっていう馬が出てくるんだったっけ。うん、ということでコミュニティさんからありがとうございます、ございます、これからもよろしくお願いいたします。皆さん結構競馬の漫画についても詳しいんですね。監督は男の子がお好きかということで、そういうわけじゃないんですけどね。うん、でもやっぱこう、なんていうな、競馬じゃないんですけど、まあいわゆる、まあ、こういうギャンブルにね関係する漫画で、やっぱし一番いい作品は、うん、風のシルフィードは知ってますよ。うん、和骨ということで、1962番さんいらっしゃいませ。マジで、うん、浦和ってことは、浦和って千葉埼玉ちょっとすいませんでした。私のね関東に関する知識はこのようなぐらいでございます。失言の方があったのであれば謝ります、申し訳ございません。では行きます。埼玉だろ、やばいな、浦和って千葉か埼玉か、すごい、ごめん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 、みんなごめんごめん、これマジだから、これマジのやつだからね、ごめんね、これはマジだから、うん、ごめんごめん、これあの舐めてるとこじゃなくてガチなやつだから、ごめんね。1974番さんいらっしゃいませ。ごめんねごめんね。よし、じゃあ行きましょう。浦和競馬場ダート 2000m 晴れ両馬場浦和記念でございます。やめて、レッズサボは怖いから。もうサンフレッチェ広島のファンだった頃ね、よく広島ビッグアーシとか、吉島、サッカー競技場とかでね、浦和レッズのファンの方に、ちょっとね怖い思いさせられたことあります。懐かしいです。行きましょう、うん、
柏記念札馬場を、レッツ札馬場を始めました。関西の人は北関東のことはわからんよ。そうなんですよ。まあ、埼玉が北関東か南関東かの話でもさっき盛り上がってましたけどね。1988番サイルしてます。すごい狭いな、小回りすぎだろこれ、うん、それはあんま言わないであげてよ。あ、そうなんですね。まあでも浦和自体ね、まあ、住んでる方もうちのリスナーさんでいらっしゃいましたしね、住みやすいとこなのかな。まあ毎回見てるわけじゃないんですけどね、やっぱどうしてもあれ広島県出身のね、将棋の棋士のね、桐谷さんのところが一番好きなんで、毎回桐谷さんが出るときは見てますけど。行きましょう、アナルディック。これがもしかしたら最終戦になるかもしれません。これ大外から届くかな、直線短いぞ。あー、これはうわすごい足、常将棋じゃない、本当の将棋の騎士だ。うん、ということでこんばんは、ということであっぱれさえいらっしゃいませ。止まってる？そうね、止まってましたね、逆噴射しました。うん、いやかっこいいですよね、生きてる生きているっていうね、曲と一緒に。うん、そろそろ引退ですかね。うん、ちょっとね、多分もういい頃の、あ、今からですよ、今から。結構時間かかってるんですよ、1年にやっぱ時間かかっちゃいますね。和骨っす、卑猥な私たち元気ですか、ということでサモハンセーナしません。まあレッズサポーターについては別に私悪くは思いませんけどね、まあちょっとちょっと怖いですよね、やっぱね。まあ一時その私が見てた頃から怖かったからね、今回ちょっといろいろね問題がね起きてしまったんで、まあそこでねまた違ったね方向性を見出してくれたらいいなと思いますよ。ひどいですよね。まあ行きましょう、ダイジェストで行きます。いやでも水曜どうでしょう、すごい人気ですから、うん、関東でもね応援してる方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。別に私は構わないと思いますよ、たかだかね、ま、番組のステッカーですから。うん、まあ確かにちょっと北海道のね、番組だからね、北海道民がね見るもんだと言われたらまあしょうがないけどね。おっと、内から行った、内から行くか、うわー前が挟まれた、マジか。ぶつかってましたね。スポーツ全般興味あります。マジか、まあ、スポーツ全般興味ない方もいい。あ、レコード早いな、ヤマリンゼファーだ、やはりゼファーですか。まあスポーツ全般興味ない方もいらっしゃるかもしれませんけどね、でもね面白いですよ、なかなかね。オスオラ JK ということで、2028番線出します。競馬スポーツに入る、うーん、私は入ると思うけどね。うん、まあ、ちょっとギャンブルといえばギャンブルだと思います。そうそう、さっきね話しようと思ってたんですが話しきれませんでした。ね、先ほどなんかいろいろね皆さん競馬の漫画の話してましたが、ギャンブルのね関連の、漫画といえばですね、私はやっぱしモンキーターンが一番面白かったんじゃないかなと思いますけどね。まあ競馬の漫画じゃないですけどね、うん、モンキーターンは名作だったんじゃないでしょうかね。うん、ちょっと参加は厳しいね。あ、そうですかね、今年は無理かもしれませんね、わかりません。よし行こう、そっちは本当のギャンブルじゃん。そうそう、協定の漫画、うん、後輩が好き、いいですね、名作だ。うん、あ、同じ人が書いてるんですよね確かね。あ、100万ドルキットということで、岩田の話、何の話それ、パチンカスモンモンモン、手首ブシャーン、そんなのあったっけ。あ、そうそう、手首ブシャーンのやつですよ、モーターにね手が巻き込まれて、究極分岐監督ターン、ね、そんなのない。よし、ギャンブル漫画は、あ、そうなんです、サッカーゲーやりますよ。私は私のことをねよく知ってる子さんのリスナーさんが言ってましたけど、こちらの生放送する前にねお試しで何回か動画をアップしたことあるんですが、そちらの動画で私は、バーチャルストライカー2をね配信して、あ、配信じゃない、動画でアップした時期があったんですけどね。
差がつくはやりません。長くなっちゃうのでね。最近ちょっとシミュレーション系が多いんで、できれば普通のアクションゲームやりたいなと思ってるんでね。まあ明日発売予定のドレッドアウトなんか楽しみですけどね。モンキーターンのスロットってギャンブルかけるギャンブルって最低だと思います。そんなこと言っちゃダメよ。みんな楽しくてやってんだから多分。で、引退させよう。オッケー。森君は川口郎太やろ。次。金と銀面白いよね。フィファ14はプレステ4対2。あ、金と銀。うん。アイマスじゃね。赤木の人ですよね。プレステ4のフィファ14が今度1300円で出るからやろうぜ。笑。信長とか三国志はやらんの。サッカーライフ。信長はやったことありますよ。だから信長買ったって言ったでしょ前。でしかもあんまり良くなかった。ゲーム面白そうで買いたい。アイマスやろうや。あれ FPS ゲーだから。あれ FPS 系だから私はやらんけどね。うん、結構面白そうですよね、確かにね。信長をもろくないの。いや私はねちょっと合わなかったんですよね。まあ光栄さんのゲームなんでできれば楽しみたかったんですけど、監督の野望、まだ多分ね私自身がねやり込んでなかったからだと思いますけどね。うん、監督の野望なんて、ね、ゲーム出たら楽しいですね。皆さんは、監督をね自由に動かしてニコニコ生放送会でどこまで成長させられるのか、そんなシミュレーションゲーム出たら楽しいですけどね。まあ基本やっぱ私の技はね何なんでしょうね。なんか技とかで攻撃する感じなんですかね。監督のやりちん、何のこと言ってんだと。大公開、それ字が違う、20レベルが限界。悲しいこと言うんじゃないよ、つまんないでしょ。そんなことないよ。え、滅亡させる。リアルマネーを要求されそうで怖い。なんてこと言うんだ。信長の野望、想像は随所にもったいなさが止めどなく溢れ出すゲーム。うーん、私もそんな気がしますね。非常に、なんて言うんですかね、これをもう少しこうしたら絶対面白いねなっていうところはたくさんある感じでしたね。スロットの信長面白かったよということで、全てギャンブルに絡めようとするんじゃない。あまり欲しくないな。そう、私のね監督の野望欲しくないんですかね。私の特殊能力はイケボということでいいじゃないですか。うん、監督の大公開、それはいっぱいありますということで、それもう全然ゲームのタイトルじゃなくなってる。そうですね、まあ革新とか、まああと大好機とかねが人気ですね、一番ね今でも。よし、麻雀はやりませんけど。よし行くぞ。お、大鳥さんの馬も出てくるんだ。レッド創生見てみましょう。プロスピワイ、そうそう、対抗立志点、対抗立志点、そうですね、対抗立志点がすごい人気です、ね。監督キャラのホラーは良さそうね。特殊ガジーカッププロの話くらいじゃねえか。監督の大公開いとこ編。自分は嵐世紀が好きだな。革新面白いけど上杉天皇の今の兵器がチートすぎて笑。支持チーム何回いるのなんていないでしょ笑笑。うわぁ、ダメだな、届きそうにないな、これ勝てないか。エリモティファニーだ、まあまあ人気、有名だ。うん、アンカで断名を選んでひどくないぞ。そうですね、シーチューなんてモンハン以上なんでもないでしょ。まあシーチュー、まあ別に私シーチュー嫌いじゃないけどね。うん、まあその全てのシーチューに従うことはできませんけど、うん、みんながねその自分自身でねやってほしいゲームやってほしいじゃないか、こういう風にやったらいいんだぞっていうのをね教えようとする姿はいいと思いますけどね。まあ放送ごとで支持中がいてもいい放送もあると思いますしね。難しいとこですよね。そうですね、残念です。レッド総帥ちょっとね三冠目指せられる感じはしませんね。うん、支持中は煽るのが面白い。おし、12月来ましたよ。支持中は煽るのが面白い。まあいろいろ楽しみ方はあると思うんだね。ただそれに生主さんが乗れるかどうかはまた別の話なんでね。マジか、そんなに短いのか。ちょっと見てみようか。はい、真っ白にエリカ1700、2300。はぁ、お前また足りんわ。1600から2400なのに1700から2300。その微妙に足らないのどうにかしてくれ。微妙だわ。この世のすべてを手に入れた男、海賊王、ゴールドロジャー。微妙。2300に行く目く。素晴らしい中距離馬。もう。米国三冠ならいけるかも。まあいいけど。その1700、1800。今まさに俺が食らいました。欧州。おめでとうございます、トバさんね。あと100頑張れ。天皇賞にすべてをかけよう。頑張ってほしいですね。マイルもクラシックも足りない。笑。我がナワルーサー。バカなルーサー、何のこと言ってんだ。次だ。
お、いいですね。またな、これ勝ったらいい調教師教えてくれるんじゃないかな。行きましょう。ちょっとね、なんでねこれ監督飛ばさないんだろうって思ってる方いらっしゃるかもしれません。オート進行にすればタイトルかっこよくなってますよ。ニクサイルしません。彼の死に際に放った一言は、ファンタジースターオンライン2、運営と駆り立てた柔軟を成長させればいいだけやん。そういうことできるかな。これいけるかな。これ勝ったらね、まだいける、まだいける。何、レッツゴーターキン強えな。ちょっと自分の馬の名前でまた吹いてしまった。シャワーで代謝良くしてストレッチさせよう提案。天皇賞馬だっけ。そうですね、天皇賞馬ですね、有名な馬です。なんだ今の名前は。しょうがない。育成で柔軟伸ばすことは可能、はい、幸い万世だからじっくり育成度伸ばすわ、そうですね、頑張ってください。私の馬はね、多分早熟だったような気がするんで、ちょっと厳しいですけどね。ゴーハラの馬だった記憶がある。西村さん、自分の馬の名前で吹く、それが監督クオリティ行きましょう。チャンピオンズカップ、2番人気と4番人気だ。1番人気はどの馬だ。プッペリプーということで、ありがとうございます。縛っちゃダメだよ。よし、じゃあちょっと延長しとくね。多分命名の儀式はいけますね今日ね。押すということで、荒井聖さんいらっしゃいませ。このエリから何かプレゼントを持ってきてくれそう。大黒馬でね、完結加速、完結、完結、完結。おっしゃ、来た。完結、炎上様ありがとうございます。完結、完結。よしよしよし、炎上様ありがとうございます。よし、 G1 取りました。うん、矢野さんですよ。マイネームイズ矢野です。よしよし、いいぞ。自己紹介、矢野さんおめでとうですよ。自画自賛パチパチ、自画自賛してました。矢野おめ、これで四五倍入り確定ですね。初挑戦の G1 で取りましたよ。パチ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 。アナルディックがいなくなった今、この2頭がね楽しみなんですよね。わらわら、うん、おしよし、矢野さんが四五倍パチ。お、喜んでる矢野さんが四五倍ですよ。これでだいぶねゆかりがついたみたいですね。あー、そうなんですね、今ビール飲んでるんだ。私はお酒飲めないんで何とも言えないんですけど、やっぱ美味しいんでしょうねこういう時飲むの。お、あー、でもこれは出ない予定なんだよな。出ない予定なのは出ないままにしておきましょう。矢野さん、さて、ボリープー賞がチャレンジカップかで、馬情報ちょっと確認させてね。ケツ、これは放牧で、これは放牧、出走登録で2週後ダメだ、これは出れない。だから2、3、4週 OK で、ん、炭酸ジュースがうまい。ああ、いいね。私はねコーラじゃなくて炭酸水系ですね。水だろ、うん、なんでだよなんで私そんなの飲まないといけないので、次、チャレンジカップ、これはそのままだ。で、1月4週。これは、グラフは上げ気味か。OK。うん、炭酸水美味しいですよ。あの、レモン汁入れて。3A39は予後不良確定するんだ。私、プロデューサーならないよ。みんなそういうの好きなんだな。でも、アイマスって、本当にニコ生から、あの、スタートっていうか、爆裂っていうか、すごい人気を生んだのはニコ生なんですよね。すごいですよね。一つのゲームの人気を左右するアイマスの力。うん、ウィルキンソン美味しいですよね。確かに、うん、よく知ってますね。やっぱ炭酸、いろんな炭酸水あるんですけど、質が違いますよね。すごい強烈な炭酸で。アイマスね、本当に面白いの？わからん。私に聞かれてもね。やってみようと思ったことないからね。あ、そうなんだ。いいですね。わかってらっしゃる。アイマスは最近になって面白さが分かってきたかな。ペリエ的なやつ？ノーマルタレもなるじゃん。そうそう、ペリエ的なやつですね。ウィルキンソンのジンジェールでジンバック作るの好き。一体どんだけの金がバンダムに流れたんだよ。アイマス、わらわら。ではペリエがいい？そうね。アニメの方は好きだけど、ゲームまでやる気にはなれん。うんうん、ダハラ奪ってもサンキュー用語は不適ない。アニメもやってるんだ。え、なになに、タバラ奪ってもサンキューヨガ、そうですね、防げれません、残念ながら。
アイマスと初音ミクは面白さ俺も分からん。まあそうなんですね。まあでも初音ミクは面白さ、まあゲームは分からんけど曲はいいのがあるよね時々ね。私が初めて初音ミクの曲で聞いた歌が、確か死にたがりっていう曲で YouTube であって、なんだこれはすげえ歌詞だなと思って衝撃を受けたのを思い出しますけどね。これ勝つんじゃね、オリープ賞。危ねヒットマン、ヒットマンクリアしたよ。ということで2096万円いらしません。そうですね、用語を防ぐためには自分で所有するしかないんですよね。うん、ペリエとオリビエということで、ペリエっていうのはレコードマジか。ペリエはね、あれですよ、あの炭酸飲料の名前です、ブランドです。うん、やりましたね、びっくりしましたけど。まさか、あ、コースレコードですか。あ、勝ちましたよ、ありがとうございます。アクションね、いい感じいい感じ。よし、でポリープー賞の次のレースに向けて放牧させないとね。ありがとうございます、アクションね。よし、みんなそろそろお待ちかねの名付けの、あ、マジで名付けの儀式が来るからね、そちらまではまず行きたいんですよ。で、そうだよ、来て、そろそろ加速の準備をしないと、明日仕事嫌だな、チラそうだよ。いや、チラって私見てもどうしようもないよ、私上司でもなんでもないんだから。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと休まして、ちょっと休ませながらやって。加速、疲れたな、だいぶ疲れたな。今日今どれぐらい放送したの私。あー疲れた、ちょっと待ってね休憩させてください。はい、うん、待ってね、50分、今3時間か、そのくらいか、3時間、了解です。20分くらい20分。どんだけ放送見てなかったんだ、他の放送遊びに行ってたんじゃないでしょうね。まあいいですけどね、それはしょうがない。それでは行きましょう。ではネクスト、次は、ついにそうだよが浅い範囲の方に挑戦ですよ。エスカリボルグ松監督の距離適正3時間だから、それ私あの小手半帰れないからね、ごめんなさい。監督の距離適正は3時間、いや本当は延長30分してますよ。まあそれもね、ついにかかる時はそろそろ来るんじゃないでしょうかね、三冠狙えるんであれば。まだ半分だよ。一応これダイジェストでいこう。半分じゃない、私は一応距離適正2時間だから、2時間が最初の頃限界だったんですから。いつぐらいまでやる、3時間とか相当すごいよ。3時間も見てくれてるリスナーいるんやで、寿命が尽きたのかも。そうですね、まあとりあえず、お、来た、本気出せば24時間可能でしょ。シーザー懸命に追いすがります。まだ10分しかありません、16時間。そうだよ、やばい、後ろが来とる。あー、そうだよ、強え、こいつら。こいつら強えわ。強え。お達者でーということだ。ウイニングチケットいました。ビワハエではまだいないみたいですね。マジか。史実通り？海外に行こう、これは。あ、そうなんだ。まあ、距離適正が合ってないんで、海外に行くしかないけどね。おし。おしおし、いいぞ。そうだよですが、次走は弥生賞を予定しています。違いますよ。そうだよは弥生賞じゃないでしょ。何を言ってるんですか？いいえですよ。ちょ、待てよ。そうだよをちょっとチェックしよう。お、健康がアップした。明日休みにしました。すごいな、本当にアイマス好きなんだ。でもそれぐらい愛せるって素晴らしいと思いますよ、私もね。本当はミキは早いで、2着が早いでなの、本当は。これ海外行くしかねえな、でも距離適正的にこれ海外行くしかねえ。なので削除で、そうっすね、確かに。まあそれはそうなんだけどね。で、欧米これ行って、欧州3冠狙い、そうですね、欧州ボバン3冠ですね、マイル3冠ですね。次か、これか、
で、米三冠。米は強い。米はぶっちゃけまだ強い。多分、キサラギでも出て勝ちたいとこだが。前作やってない人でもできるゲームですか？合います？健康が低いからアメリカは難所。イギリスダービー。ウッド監督。無理無理無理。イギリスダービーに行ったら距離が足りなくなっちゃう。うひょー監督、こんばんはということで初見さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。で、どうする？ここを直接行って大丈夫かな？一回海外で使っとく必要があるから、ちょっと皆さんに聞きたいことがあるんですけど、この6月、5月の音ゲーやったことあるよ、あの放送でやったことあるよ。どうしようかな、どこで使う、ここで使うと疲れがたまるから。はぁ、2400だよ、イギリスダービーは。違う違う、その三冠を狙うならもう一個あるでしょ、イギリスダービーの後に。そちらが 3100m だ。ということで、こんばんはということで、ビーグルさんいらっしゃいませ。こんばんは、セントレジャー。こんばんはということで、こんばんは、いらっしゃいませ。ビーグルさんもいらっしゃいませ。なので、欧州三冠全部 2400m だけど、セントレジャーは無理ですな。欧州三冠で行こう。欧州三冠。あ、3歳三冠じゃなくてってこと？監督3歳三冠じゃなくてってことか。凱旋門までピーク持たない。監督メンマ好き。欧州キングジョージ凱旋門で欧州三冠だよ。A ダービー。あ、欧州、あ、欧州三冠か。無理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 だよ。ごめんごめん。欧州三冠ね。あ、ごめんごめん。あの英国三冠と勘違いしちゃった。ごめんなさい。すいませんでした。イギリス三冠はセントレジャー。そうっすね。イギリスダービー、キングジョージ凱旋門ですね。これは無理です。狙いに行って取れる段階じゃないんで、うん、それぐらい自分の不満能力値ぐらいは分かります。なのでさすがにこれは行っても意味がないんで行きません。 1,2,3,4 4周。監督ってここで使う。ローマンに似てるって本当？普通3巻とかは似てませんよ。うん、それはね、もう一頭の方に、行かせる予定なんですよ。ということで2,284番さんいらっしゃいませ。和骨ですということで2,285番さんもいらっしゃいません。さすがに無理だと思う。ここをもしここに登録しとくじゃないですか。そしたら4週空きってことになるから。じゃあいつ行くの？いや、もっとあと。それは無理だ、今は行けれない、さすがに。うん、これでいいと思うんだけどな。で、で14週後なんで、放牧を何週入れる？8週入れるとして、あ、ありがとうございます、トロワさんね。非常に有能な、使いやすいね、三冠を紹介してる表があるんで。ラホルスの間に1項目入れるのもきついかな。あ、そうか。どれだ。健康的に中三週大丈夫？いや、なんとかするしかない。これはなんとかするしかない。で、5週ピークに持っていきたいから、7週でいくか。7週ぐらいか。 OK。 これぐらいか、多分これぐらいだな。 OK、行こう。で、決定。よし、決まった。すべてが決まった。で、こいつはこれで行くんだろ。じゃあ、流行り行きそう。これ、国内行く？これ、本当はこっちをフランスに持っていこうかなと思ったんだけど、健康が無理？これ、やっぱし。音源にインしてるけど、放置したまま放送見てます。わら。ありがとうございます。放送の方見ていただいてね。いろいろ考えてるんですよね。すいません。こっちをぶつ参加に持っていく？この距離適正だったら国内行くよりはフランスの方がいいのかな。国内は聞くの相手がビワハヤヒデだから厳しいな。風呂行ってくるわ。ブーツさんが無理だな。3100だ。あ、風呂行ってくるわということで2301番さんお風呂の方行ってらっしゃいませ。海外無理か、わかりました。距離適正も無理か。愛国、あ、愛国参観があるよ。愛と仏行けるで。でも愛国さんだったら、愛国三冠だったら
アイルランド2000ギニアが被っちゃうのか。アイルランドは2800だって。でフランス、マイルで被る。わら。フランスは3100。アイはピーク持たないよ。うん。なのでイギリスは3000。そうですね。なので結局あれなんだ。無理なんだね。うん、そうそうそう。だから無理だ。いや3100らしいですね。フランスって変わったんか。で普通に、うん、らしいですよ。2600。じゃあこれか。やっぱこれしかないな。え、違うのか。アイセントレジャー、あ、フランスは、あ、そうなの？これじゃあまだ変わってないんだ。フランス2000ギニ、フランスダービー、ロイヤルオークションじゃなくて、パリ大賞典なんだ。そっち行ってみようか。ちょっと。フランス2000ギニか。それだったらまだ全然いける。パリ大賞典は2400。パリ大賞典。じゃあこっちやめて。ロイヤルか国内の方が厳しいんだね。やってないっすね。あんまりね、あんまり興味がないんで、うん。まあハマったらハマりそうですけどね、私ね、ああいうのね。すいません、こんにちは。これで起きます。お疲れちゃー。あ、わかりました。MK さんお疲れ様です。今日はありがとうございました。遊びに来ていただいてね。で、6月1週。ごめんね、これね、ちゃんとやらないと。これで全てが決まるようなもんなんでね。で、了解です。もし3100ならそのサイトの情報間違っているかも。あ、了解了解、わかりました。間違ってる情報もあるんですね。うーん、そうなんですよ。でも国内でも無理なんで、これまだ可能性があるんであれば行きたいなと。これ違う、やばいやつ。仏ダービー2100m。そうそうそう、それはもう登録したよ。あとどれだ。これか、違うな。国内は相手が強いからな。そうなんですよ。どうしても補正がかかってる分ね、勝てる確率が相当低いんで。ここらへんか。2800。違うな、アイルランド。ダービー2100でした。ご情報すんません。フランス品場も2100。いいですよ、全然。バーデン大賞、違うな。どうしようかな。春だよ。え、マジで5、6、7、ここらへんじゃ。2400、ここだよな。あるとしたらと、これか。パリ大賞典、違うな。パリは7、3。これか。オッケー、これでいいのね。で、牝馬路線はどう？牝馬路線？そうそう。だからこれボバだって。牝馬路線はダメ。今年全然強い馬が生まれなかった。で、5月の3週だから、1、2、3、4、ここら辺か。いや食べてない。なんで？で、フランス、アイルランドか。フランス、ここら辺でとか。あ、そうか。いや、ありえますよ。全然ありえますけど。で、4週。あ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ということで、妹さんいらっしゃいませ。ケンタッキーフライドチキン、何のことだ。で、7週放牧にして。OK。これで準備はできた。そんな時間か。で、放牧は8種 OK。 で、押し行こう。で、終わった。やっとできた。来年の準備ができた。よし。あ、そう、やばい。延長延長延長。わからんけど、うん、でもここら辺も結構使いやすいんで、私は使ってますけどね。よし、行こう。で、セーブして完結。よし、行こう。完結。演説のありがとうございます。妹さんもいらっしゃいます。完結。よし、行こう。
で12月4週で命名の儀式があって、で来週に入ると。長えなやっぱし。まあしょうがない、こっからは本当に1年1年が重要になってくるんで。ウルトラソウル、よし行こう。ケツ穴に干潮ということで、ラスト延長じゃないよ、全然ラスト延長じゃないけど、まあでも92年マジか、2番人気マジか、そうですね、その通り。ビワ早いでとかウィニングチケットが成田大臣とかいます。コメントの参加ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。行きましょう。まあ、ちょっとね、途中時間かかっちゃうところあるんですけど、へえ、そうなんだ、そういうのあるんだ。ちょっと待ってよ、これはちょっと見た、お、すげえ、めちゃかっちょいい。うそ、今の見た、かっこいい勝ち方した。これはいい。よし、これが三冠取ってくれたら嬉しいな。いい勝ち方でしたね、うん、いいですね、いいね、いいね。芝だとよく走りますね。いいぞ。あとは海外の重賞を勝つだけだ。お、また新たな馬主の方が出てきたな。山さんも焦点した、歌いませんよ。ただ後ろからだと前塞がった時が怖いそうですね、ちょっとそれは怖いですけどね。これはいいえ。で、見に行こう。へえ、そうなんだ。まあでも4冠取れる状況じゃないからな今ね。五大ダービーって乗ると、な、乗るんすかね。乗りそうっすけどね、なんとなくイメージでは。さて行きましょう。国内に G1 総制覇とかも乗りますからね、確かね。よし、なんだかんだで2個取ったんですね。ダートですけど全部。あ、1等でね、5つ取るとは無理か。なるほど。賞状もらえるけど、今日子供が生まれました、うん、っていう夢を見ました、うん、行きましょう。騎手部門ではどうやらイタカが出てきましたね。うちの知り合いの方は調教師はいませんね日本のブルボンですか。どうよ。お、ケツ出せこのアマが最優秀ダートホースに選ばれました。お、ライスシャワーいいですね。パーティー、そうですね、これいろいろ今年あった出来事なんかをね振り返る、そういった、イベントですよ。いいですね。そういや、女馬主が2倍の金出すからブルボンよこせって言ってきたことあったわ。しかしライスシャワー、ああそういうのあるんですよ、うん、そうですね、用語不良になるんですよね確かね。さて行きましょう。年末の放送で振り返るの、何を、いや振り返るかな、わかんないけど、あんまりそういうことするの好きじゃないんですけどね、うん、で早め OK、 これでいっか。一応再来年じゃね、包丁ん、再来年か、なるほどね、うん。さてアナルディックは現役時代の目覚ましい活躍が認められて殿堂入りを果たしました。砂人の蜃気楼の称号が贈られます。ダート戦では絶対的な強さを発揮したアナルディック、そんなドーバーに与えられた称号は砂人の蜃気楼です。数々の G1 を制した威風堂々たるその立ち姿にはある種のオーラさえ感じられましたね。この電動馬の金の像を刑事室に飾っておきますということで、ありがとうございます、うん、金の像ですよ、嬉しいですね。まあ一応ね G1 の方ね11勝したんでね、うん、金でした。折吉郎ケツ穴ホジホジはね電動入りしたのかな、ちょっと後で見てみましょうかね。ありがとうございます、うん、ありがとうございます皆さんね。ドバイとリーダーでは勝てないのか、これ強かったな。そうですね、海外にはね行けなかったんですよ。でもドバイのあれは取ってますよ、短距離の方は確か。よしよし、次かダートかや。さて皆さん